日本の天才市川團十郎。ビートたけしさんが語った、映画監督で世界的に有名なあのビートたけしさんが市川團十郎さんの天才的なところについて語ってくれた。ビートたけしさんは2003年 NHK 大河ドラマ武蔵で共演。大河ドラマの撮影では何度もリハーサルを繰り返すそうだ。そのリハーサルのすべてを團十郎さんは熱演したそうだ。毎回熱演する團十郎さんを見たビートたけしさんはずっと同じテンションで熱演を続ける團十郎さんに心の底から驚いたそうだ。いつもどんな時も全力で熱演する。團十郎さんの情熱のすごさがとても伝わってくるお話でした。情熱が止まらない市川團十郎。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。